初代順弾尺サーロバート・ブライス・キング・スミルは、イギリス海軍の士官である。7年戦争、アメリカ独立戦争、そしてフランス革命戦争とナポレオン戦争に従軍し、軍歴は60年近くにも及んだ。ホレーショネルソンの親友でもあった。西インド諸島で、ジョージ・ブリッジズ・ロドニーと共に任務に就いたが、戦闘で負傷し、1778年のウェッサン島の、 海戦では、オーガスタスケッペルの艦隊の一員として参戦した。また、会員議員として政治にも足を踏み入れたが、戦争が勃発するたびに、それを投げ打って、海軍の任務に就いた。1793年、フランス革命戦争の勃発の頃に召喚となり、キングスミルは、アイルランド沿岸の最高司令官として、数度にわたるフランスのアイルランド侵攻や、反乱の扇動を撃退した。 1805年11月23日、シドモントンコートで亡死した。晩年は順断尺に除せられ、最終階級は青色大将だった。キングスミルはベルファストのキャッスルチチェスターで、イギリス海軍大佐のチャールズ・ブライスと、妻、メアリーの息子として生まれた。元々の名は、ロバート・ブライスだった。1746年10月29日に、父の後を追って海軍に入隊し、 14問スループ戦のスピードウェルの熟練船員となった。数年間スピードウェルで任務に就いた後、1748年10月3日に主官候補生となり、1754年7月5日に会議試験に合格して、1756年4月29日に委任状を受けた。7年戦争の勃発により、ブライスはさらに昇進の機会を得、 1761年2月には、やはりスループ戦のスワローの艦長指揮官庁検守機関となって、この年の7月3日に、フランスの死略戦スルタンを打破し、自らの地位を確固たるものとした。その後まもなく、旧法官橋リスクに移動した。この時期に一度本国に呼び戻され、ジョージ3世と結婚予定のメクレンブルクシュトレーリッツのシャルロッテ公女と、 その随行員を送り届けるためのヨットに乗務した。この航海は激しい嵐のためなかなか進めなかったが、すべてのヨットと海軍軍人たちは無事にメクレンブルクシュトレーリッツに到着した。その後ブライスはバシリスクに戻り、ロドニーと西インド諸島へ向かい、マルキニークとセントルシアへの吸収の支援を行ったが、ブライスはこの時に負傷した。軍港への見返りとして、 ブライスは1762年5月26日、ポストキャプテンに昇進した。また、28門の6等艦クレセントの指揮を命じられた。その後西インド諸島に戻り、7年戦争が終結した1764年まで、そこに滞在してからイギリスに戻った。1766年頃にエリザベス・コリーと結婚した。エリザベスは、ハンプシャーのシドモントンコートを、 その年の1月8日に亡くなったおじから土地を受け継いでいた。ブライスは一旦海軍を退役し、戦争のない日々を新しく得た富と地位を満喫しながら過ごした。ウェサン島の海戦1778年、アメリカ独立戦争でフランスとの交戦となり、ブライス改めキングスミルは海軍に戻った。ビジラントの指揮を任され、1778年の ウェザン島の海戦では、オーガスタスケッペル提督の艦隊の一員となった。この勝敗は、はっきりせず、戦後、キングスミルを含む主官の指揮をめぐって、議論と陰謀が渦巻き、キングスミル自身にも跳ね返ってきた。西インド諸島での任務を託されたが、指揮官を辞することでそれを断った。キングスミルは、この体役を利用して、政界入りをした。庶民院に、 ワイト島のヤーマス選挙区から出馬したが、議員生活はわずか1年だった。彼の道楽半分が議員生活のため、高い地位の人々の多くが敵に回り、乗るべき感のないまま収益を待機し、その後74門三等間のエリザベスに乗った。リチャード・ハウ・テ督のジブラルタル救援に参戦するには、時間がなく、その代わりに、インドへ、出港予定の援軍輸送の任務を引き受け、 74門のクラフトン、64門のユーロッパ、32門のイフィゲニアを連れて援軍を輸送した。1783年の1月17日に出港したが、ビスケー湾を航海している途中に激しい強風に遭い、かなりの損失を被ってスピットヘッドまで戻らざるを得なかった。船を修理に出す前に、キングスミルはパリ条約が署名され、 戦争が終わったことを知った。もはや、インドまでの援軍は必要なかった。しかしエリザベスは引き続き護衛官として収益し、キングスミルはこの間の指揮官として3年間配属された。バウンティ号の反乱議員生活再開の機会を得た。キングスミルは、トレゴニーの選挙区から立ち、1790年まで議員を務めた。議会で発言することはなかったようだが、記録によれば、 1785年の改正法案で、ウィリアム・ピットに一票を投じている。しかし、キング・スミルは1788年から1789年の接触危機の間、ピットと反目し、リッチモンド公爵、チャールズ・レノックスの1786年の取り出強化計画にも反対していた。1790年のヌートゥカ危機で、キング・スミルの議員生活は終わりを告げた。 九十門艦デュークの指揮官として現役に復帰したからだった。概要に出る前に危機は過ぎ去り、キングスミルはデュークを退役させ、再び順位退生活に入った。1790年の10月、彼は軍法会議の裁判員の一人としてバウンティ号の反乱事件に関与することとなった。フランスのアイルランド侵攻中における百九十七年一月十三日の 海戦1793年2月1日、革命後のフランスとの戦争の勃発により、海軍士官は一斉に昇進を受けた。キングスミルは白色少々となり、指揮官としての経験が比較的少なかったにもかかわらず、アイルランドの基地で任務に就いた。彼の艦隊には2隻の戦列艦、7隻のフリゲート艦そして4隻の小型艦がいて、 アイルランド近海で群がってくる敵艦と素早く戦えるように配置した。1794年、白色中将に昇進し、複数の市略船とフランスの補給艦を打破して、富を得続けた。1796年、キングスミルは引き続き基地に留まり、フランスのアイルランド遠征に干渉した。ブレストから来た、ジュスタン・ボナバン・テュール・モラールド・ガルテートク率いる。 フランス主力軍は、ジョン・コルポイズ提督指揮下のイギリス軍艦地の封鎖を交わしながら、ユナイテッド・アイリッシュ面が放棄するであろうという機体の、元、陸軍の支援にアイルランドへと向かった。キングスミルは、自軍がフランス軍と展開戦を交わすには、人数が少ないことを承知していたが、フランス艦隊を尾行し、最終的に、フランス軍は王風によって散らされ、なんとか、 フランスへと退却し得た。このことはアイルランドに危険が迫っていることとキングスミルの艦隊がいかに重要であるかの証明となった。海軍本部はキングスミル艦隊への支援と物資の供給を急いだ。1798年5月、フランスが別の行動を企ててきた時のためにキングスミルは準備を整えていたが主力軍はトーリー島の戦いで ジョン・ボルラース・ウォーレンに壊滅させられ、フランスの脅威には、とどめが刺された。ホレーショネルソン・キングスミルはその後も、基地の運営に努め、1799年2月14日、青色大将に昇進した。キングスミルは早くも1798年の2月には、海軍卿のスペンサー博、ジョージ・スペンサーに退役を願い出ていたが、その申し出がやっと聞き入れられたのは、 1800年も終わりに向かう頃だった。彼は正式に引退し、アラン・ガードナーが後を引き継いだ。1800年11月24日、キングスミルは長年の軍人生活への感謝として、ジョージ3世から順弾尺に助せられた。退役後は指導門ントンで暮らし、1805年に75歳で、そこで没した。それまでに60年近い海軍士官の生活を、 しており、四つの主だった戦争に参戦していた。キングスミルには子供がおらず、順断尺の尺位は、甥いのロバートが継いだまた、同時期に任務についていた者同士として、キングスミルとホレーショネルソンは親友となり、1805年10月21日のトラファルガーの海戦でのネルソンの死までその友情は続いた。ありがとうございます。